はい、今回はですね、東邦が最近使っておりますギターのサーキットについてですね、ちょっと解説してみたいと思います。で、このギターはですね、パッと見たところ普通のストラトに見えるんですけれども、メーカーはサーですね。で、サーギターズ自体はですね、1997年に設立されたと思うんですが、それの翌年ですね、翌年に製造された、割とですね、初期に作られたモデルになります。で、ボディはですね、スタンダードディンキーというモデルで、少しですね、ストラトのフルサイズよりは小ぶりなんですね。コンパクトになっています。で、アウトプットジャックもですね、サイドについていますので、ちょっとですね、フルサイズのストラトとは、パッと見はわからないんですけれども、持った感じもややコンパクトな印象を受けますね。で、このボディ形状のいいところはですね、この深い方のカッターウェイがですね、フルサイズのストラトよりちょっと深いんですね。ですから、ハイポジション、最終フレットも割と小指で押さえたり、薬指でこうチョーキングしたりする際に、ここのスペースがやや余裕があるので、通常のクラシックモデルよりはですね、ハイポジションが弾きやすいですね。で、ボディ材はアルダー。で、ネックはメイプルですね。で、ピックアップはですね、最近あまり、サーのギターでも設定がないと思うんですけれども、スペック表には JS のヴィンテージシングルコイルと書かれていました。で、3つとも、同じピックアップのようですね。で、サーキットがちょっと変わってまして、まあ、ワンボリューム、ワントーンは、割とよくある仕様なんですけれども、このトーンのポットですね、これがプッシュで、まあ、プッシュロック式っていうふうに今言うんですかね。一度押すと、こう、跳ね上がる感じですね。もう一度押すと、引っ込む感じ。このスイッチでですね、トーンの効き具合というのを、変化させることができます。で、実際にどういう感じで効くかということなんですけれども、このように上に上げた状態っていうのがですね、割と、ノーマルなトーンの効き方ですね。ですから、フルアップで弾くと、こういう音ですね。まあ、完全に絞り切るともうこもった感じの、こういう感じの音ですね。だから通常のトーンの聞き方ですので、まあ少しだけ、絞ったような感じにしてやると、フロントピックアップにした時は非常に丸い、まろやかな、ウォームな音が出ます。で、このトーンの聞き方はこれまでにあるギターも同じような聞き方だったんですけれども、これを押し込んだ状態ですね。これがですね、スペック表にはミッドレンジオンって書かれてたんですけれども、おそらくは中のコンデンサーの設定を変えてると思うんですけれども、フルの状態では、先ほどと同じです。同じような音。全く同じ音ですね。で、これを絞っていくと何が面白いかというとですね、完全に絞り切った状態でもこういう音なんです。という感じで、ハイの成分っていうのがかなり残っていますよね。で、これでつまみをどんどん上げていくと、ミッドレンジがちょっと膨らんでいく感じですね。もう一度。こういう感じですね。で、最終的にはフルに。で、絞っていくとミッドレンジがちょっと削られていくんですけれども、ハイの成分は残ってますよね。こういう感じの聞き方のトーンになります。ですから、このミッドレンジをカットできるコントロールですけれども、まあ歌のバックとかですね、あまりこう前にアルペジオを出したくないけれども、割とこうよく聞こえる感じで弾きたい場合、録音なんかしたい場合ですね。その場合はハイの成分が出たままになっていますので、非常に小さい音で鳴らしててもよく聞こえるようなサウンドですね。他の楽器とか歌とかの邪魔をせずに存在感を出すようなイメージ。そういう感じで綺麗にアルペジオを弾きたい時なんかは非常に重宝するサーキットになっていると思います。で、あとはですね、東邦が入手してから付けたんですけれども、ボリュームもですね、同じプッシュのスイッチをつけまして、で、この上がった状態の時は、
このピックアップセレクターがどの位置ででもですね、これを上げてやるとリアの、ブリッジのピックアップがオンになるようにしました。そうすることで、フロントの位置に、ピックアップセレクターをしているときにですね、これを上げてやると、リアがオンになりますので、フロントとリア同時に鳴らすことができます。そうするとちょっとですね、テレキャスターっぽい、アタック音に特徴のある音色になりますね。フロントだけだとこんな感じです。で、リアをオンにすると、やはりアタック音が非常に、特徴的な感じになりますね。ということで今回は東宝が最近使っております。サーのスタンダードディンキ。これのサーキットについてちょっと解説してみました。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。あと、東宝が完全オリジナルで制作しておりますギター用教材がございます。この動画の最後、画面中央付近にバナーが表示されますので、そちらをクリックしていただくとホームページが開きます。バナーが表示されないとおっしゃる場合は、この動画の下、動画説明欄の方に URL を貼り付けておりますので、そちらをクリックして、ぜひホームページをチェックしてみてください。